なんチャンネル、皆さんこんにちは、森アンナです。今回はこちら、結末じゃないけど契約書開封ということで、53枚あります。 S ランク 10% が3枚、 S ランク 30% が1枚、その他48枚ゴールドランク引いていきたいと思います。狙いなのですが、今はリーグオーダーを強化したいなと思っておりまして、見ていただくと分かるように菅野さん、田中のまーさん、宮西さん、山崎康明さん、大野さん、源田さんもですね、村上さんもなんですけど、75レベルになっておりません。なのでこの辺りの選手の A もしくは S が出たらとっても大喜びします。はい、ということで、まずはまずはゴールド契約書から引いていきたいと思います。ではゴールド契約書10連いってきます。いってらっしゃい。わー、イエーイ、いきなり来てる。はい、ありがとうございます。さあリーグ強化なるか。さす、待って、めっちゃ待って、落ち着いてください。私、待って、めっちゃ欲しかった。ちょっと待って、嘘でしょ、私めっちゃ欲しかったんですよ。でも今回はリーグ強化のために行って狙いを言わなかったんです。ちょっと待ってもらっていいですか。いや、待ってもらってると思うんですけど、今、まあそうですね、動画的に待つしかないと思うんですけど、やったー。こんちゃ、166キロ、やば、めっちゃ強そう。もう救急車も来ちゃってます。ありがとうございます。いや、嬉しい、めっちゃ喋ってる。わ、銀次さん、こんちゃ。これはデー興奮です。20連目いきます。いってらっしゃい。まあこれが普通ですよ。よいしょ。いや、 A ランク強化なりたい、なりたい。鍵谷選手、こんちゃ。ではどんどん参ります。30連目いきたいと思います。いってらっしゃい。まあですよね。選手、こんちゃ。だよね。では40連目いきたいと思います。そろそろ来てほしい。いってらっしゃい。おネオ選手で合ってるかな。こんちゃ、はじめまして。もうすごいんだから、救急車。何年目だか分かんなくなっちゃった。ラスト9連いきます。分かんなくなっちゃった。ってことはあるな、 S ランク。いってらっしゃい。おっとなんだって、預言者なのか、預言者なのか。バリン、さあどなたが来てくれるんでしょうか。
まあ渋い、まあ渋い。さあ誰だ。はい、吉川選手、こんにちは。はじめまして、はじめまして、シール。はい、ということでラスト S ランク 10% が3枚、 S ランク 30% から30枚残っております。まずは 10% から引いていきます。いきましょう。いってらっしゃい。あれれれれ、あれれ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 れれ。山本選手こんちゃ、福田選手こんちゃ、菊池選手こんちゃ。ではラスト S ランク 30% 契約書を引いていきたいと思います。いやー、ちょっとリーグの強化をどうかお願いしたいところでございます。よろしくお願いします。いってらっしゃい。ぬぬ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 。わあ白、めっちゃ白い。わあわあ白、真っ白だ。あー綺麗な白。はい、秋吉選手かちゃん。はい、ということで今回はですね、大島選手から秋吉選手までが契約書53枚の結果となりました。 A ランクは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚、 S ランク2枚という結果となりましたが、なんと、いやマジですか、166キロ、本当ですか。いやもうめちゃくちゃ嬉しいんですけど、いや私なんか前にリアタイやった時にビエイラ選手と当たって、その時にビエイラ選手の失投が打てなかったんですよ。早すぎて、失投がこんなに早いのかっていう衝撃を受けまして、でもそれからちょっともうビエイラさん欲しいなってずっと思ってたんで、いやまさかでした。本当に嬉しいです、ありがとうございます。はい、ということでまあちょっとリーグの強化とはならなかったのですが、ビエイラさんが嬉しかったので、もうちょっと私的にはオールオッケーという感じでございます。これは神引きなのでしょうか。皆さんは契約書最近調子どうですか。よかったらコメント欄で教えてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ビエイラさん育てるぞ。